ちゃん。こんにちは。はい。はい。はい、ゆたかさん。はい、優勝。おめでとうございます。ね、やりましたということで、ヤクルト。ついに、ヤクルトが優勝決まりました。ね、まあ、昨日ね、決めました。ということで、ね、本当に2連覇。2連覇、ね。おめでとうということで、昨日、エスコバーから、丸山がね、サヨナラヒットを打って、ルーキーのね、はい、もうね、終始どちらに転ぶかわからない試合、 DeNA の方も意地を見せながらね、今永がね、思いっきり腕振って、はい、本当にいい試合をね、小川と共に作り上げていって、本当にどっちに転ぶかわからないようなゲームで、はい、素晴らしいゲームを見せてくれたし、結局サヨナラの 1-0 という結果でしたが、まあそうだね、はい、まあでも、まあ、それがヤクルトの強さでもあったということだよね。それでまあ今年のヤクルトをさ、はい、まあ、簡単に振り返るとね、まあ、春先はもう開幕の大逆転から始まって、はい、7点差でしたっけ、まあ、そうだね、はい、で11カード連続勝ち越しとかさ、まあ、非常に圧倒していったよね、それと交流戦の優勝、で7月に入ってからコロナにね、そうでしたね、まあ感染し、監督までな、はい、代行ということで、そうだね、ありましたね、まあ、それでなんて言うんだろう、本当だったらゲームができないような状態だったと思うんだけども、そうですね、その中でも中断することなく、まあ戦っていったんだけどね、はい、で最短の史上最短のマジックを点灯させながら、1回消えてからはね、なかなか再点灯ができずに、でまあ、最後はね苦しんだで、まあ、優勝する前の方も決して状態がいいとは思えないんだよね、だけど、まあ、粘りながらなんとかチームの輪でね、勝ち取っていったという、まあ、その中でやっぱ村上かな、現在三冠王のね、まあ、打点ホームランはダントツという、はい、まあ、打率がこれからどうなっていくかなっていうようなことなんだけども、やっぱ村上が55号ホームランを打った時の印象は負けてたんだよね。で本当は嬉しいんだろうけどもさ、まあ、笑顔も見せずに、まあ、ボードを受け取ったという、まあ、そういうことがやっぱ勝負に徹する男としてね、非常になんか好感の持てた姿だったかなっていうようなね。で今日も昨日も村上打てなかったんだけども、そうですね、どうでしたかって言ったら、まあ、最高の瞬間を迎えられることができて、非常に満足してますと。本当に嬉しそうですよね。まあ、そうだね、で優勝した瞬間に山田の涙、はい、山田哲人のキャプテンね、チームを引っ張っていく、まあ、山田がキャンプの時に話したのがみんなの前で、はい、今年はもっと大きな壁が待ってるだろうと、まあ、みんなの力で乗り越えていこうという、他にもいろいろあったんだと思うけど話はね、まあ、監督が披露してくれてた、その話の中にやっぱ連覇っていうのはさ、すごく難しいことだったと思うよ、で追うチームから最下位から優勝だから、まあ、昨年はで、こっちですよね、だから今年はもう追われる身でね、すごく辛かったと思うんだよね、でもそれをこう跳ねのけて、まあ、連覇、まあ、山田の涙、はい、まあ、非常に心を打たれたという、まあ、そういう涙でもあったし、で高津監督、田口がね春先ってものすごく良かったんだよ、でピンチになったら田口、そうでしたね、でずっと防御率も 0-0 でいってた、1点も与えなかった、で途中から、ちょっと状態がやっぱ悪くなるんだよね、長いシーズンだから、これは仕方ない、はい、その瞬間からこう久保っていうちょっと変則の左を使いながら経験をさせながら、今度後半になってその経験を実戦で使うようになったんだよね、このピンチの時に、で見事に刈り取るという、だから高津監督のそのリリーフ陣への配慮だとか、そういうものがすごく光った、それと高津監督がやっぱ信じて使うね、我慢もする、まあ、これが筆頭が長岡、代打出したい時もあったと思うよ、やっぱ状態悪いな今日は悪いなと思いながらでも出さなかった、信じた、最後まで信じて使い切った、まあ、それがああいう成長につながるしさ、
だから高津監督のその選手の使い方だとか、うん、信じる力っていうのはすごいなっていうふうに、まあ改めて思ったね、うん、最後の場面でもさ、はい、ルーキーの丸山エスコバ、はい、思いました、思ったでしょ、うん、右の台でもいたわけよ、はい、だけどそこで信じて使う、はい、打席に送る、うん、だからここら辺はねやっぱ肝が据わってんなと思うことと、うん、やっぱ忍耐強いんだろうなっていうふうに改めて思ったね、高津監督のことをね、だからもうあそこで変えなくてこの結果っていうのはまた素晴らしい結果ですよね、うん、いや、で丸山も自信にもなるしね、そうですそうです、これはもう人生の中の思い出だから、そうです、丸山にとってはね、優勝決めるあの試合のこれほどに均衡した試合の最後の決定だが、うん、ルーキーの、そうだね、はい、だからまあ苦しい、まあ、昨年とは全然違った優勝には多分なったと思う、うん、で春先のチームと後半のチームとはもう全然違うと思うよ、うん、故障もありながらね、はい、後半はね、うん、コロナの影響もあっただろうと思うんだけど、はい、治ってきたとしてもね、うん、だからそこをやりくりしながら頑張ったなと思うよね、うん、ということで、まあ、ヤクルトの優勝で、はい、まあ、セ・リーグの方はまあある程度の落ち着きは見せてきたんだけども、はい、ね、これね3位争い、2位の DeNA はほぼ決まりだと思ってもいいよ、ということですかね、うん、もう DeNA の追い上げもかなりすごかったんですか、いやすごかったね、はい、でもねこの追い上げの中で阪神も忘れちゃいけないよ、うん、はい、阪神が先に追い上げたんだから、うん、あ、だから阪神のその今年の頑張りっていうのもまあ春先ね、はい、ちょっと失敗したけども、はい、これは評価に値するよね、はい、ということで、はい、ということでね、ちょっと3位の行方はということで、そう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 、ちょっと相変わらずというのか、まあ、よりますますきこう拮抗してるよね、競り合ってきているのかというところですが、うん、だからわからないよね、なかなかね、うん、で簡単にまとめてみました、はい、で巨人が残り2試合を DeNA とで阪神は残り3つをヤクルトと、はい、で広島が残り3つをヤクルトが2つ、中日が1つという1つ、全チームが全勝の場合、なんと、まあ、2勝0敗、はい、3勝0敗、3勝0敗だとすると広島が、広島が3位ということに、これはね対戦成績とか、うん、あとは対外試合の合算でそうなるらしいんだよ、ということはそれを除くと勝率まで並ぶということなんですかね、うん、全部並ぶんだよ、うん、だから69勝になるのかな全チームが、はい、これが全チームが全勝した場合の、そうそうそう、ただ、うん、これ見てみると、はい、残り3つの、まあ、カープね、うん、中日がねちょっと嫌だな、やっぱピッチャーがいいだけに、うん、その中で特別に高橋宏斗がいいわ、ここのところ素晴らしいですよね、それが当たるとやっぱなかなか打てないよ、うん、で、まあ、ヤクルト、まあ、3つ残したら阪神なんだけど、はい、ヤクルトが阪神嫌だなと思うんだったら、うん、やっぱ真剣に戦うだろうね、優勝はしてても、うん、だからね、うん、残り試合っていうのはいろいろいいピッチャーが出てくるだけにこれ難しいんだよね、阪神が残り3つヤクルトがあるんだけど広島の前に戦うんだよ、はい、ね、どういう戦いをしてくるのか、うん、それとヤクルトっていうのはやっぱクライマックスシリーズのやっぱもうファイナルステージに出てくるのはもう確定だなわけだから、はい、やっぱ調整もしなきゃいけないんだよね、うん、ここら辺でここら辺の調整がどういうふうな思惑でやってくるのか、またそれがどういう結果につながってくるのか、そう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 、というところですかね、そうで DeNA、うん、疲れ切ってます、今ね、もうね昨日も出し切ったっていうような感じだよ、いやもうこの3連戦は本当に、うん、もう雨に打たれ中断がありで昨日、ね、うん、優勝を決められ、なんとも言えない試合が、なんとも言えない試合でもやっぱクライマックスがあるから、うん、だからやっぱこれ真剣に戦うと思うんだよね、逆に優勝を狙っていたけれどそこが届かなかった、うん、一旦気持ちリセットでいい方に行くのか気が抜けちゃうのかどっちかっていうところですか、うん、ただジャイアンツは残り2試合をおそらく戸郷と菅野に任すと思う、うん、
だからピッチャーはいるんだよね。しかもジャイアンツの方はジャイアンツは5日ぐらい空いてるんですよね。そう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 、うん、だからまあそこら辺での調整とかね、そういうのがうまくできれば連勝の可能性があると。なるほど。うん、ただ DeNA の方はやっぱ日程が詰まってるだけに疲労をやっぱ抜かなきゃいけないよね。うん、クライマックスで第1ステージに出ていかなきゃいけないわけだから、うん、だからここら辺の思惑はどうなのかということがあるよね。だからもうこの2つ捨ててもいいから調整に入るとかさ、とても考えられる策ではありますか。まあ、策ではあるけどね、うん、策ではあるけども、だからまあどこは当たったってやっぱ嫌だよね、うん、いいピッチャーがいるだけに。この3チームはもう負けると終わりということですか、その3位の座は。まあ大体負けると終わるかなっていうような感じ、うん、負けると、まあ、こんな最後残り何試合というところにまで来て3位の行方がわからないというようなね。まあそうだね、状況っていうのもなかなかないですが、うん、ただ巨人が2つ勝てば、まあとりあえず3勝残してるよりも、3連勝するよりも連勝の方が簡単っちゃ簡単だよね、まだね、うん、まあ簡単ではないけど、うん、有利は有利だよね、まだね、うん、うん、これは本当に目が離せないですね。そうそうそう、はい、はい、ということです。まあね、試合も行われてるんだけど、うん、もうね、振り返ってもしょうがないかなと思って、うん、だからまあ3位争いにちょっと焦点は当ててみたけど ね、うん、ねセ・リーグの場合はね、はい、でこれはパ・リーグ、パ・リーグの方はこれは優勝争いはこの2チームか、うん、もうなんかいよいよそんな感じになってきましたか、ね、まあほぼほぼね、うん、もうそうなんだよ。でソフトバンクとオリックス、はい、でマジックは5出てる、はい、残り6だからマジック5ということは1つ負けれるということ。なるほど。でオリックスは残り3つ、はい、これ全勝するだろうっていう思惑なんだよ、はい、残ってんのがロッテ2つ、はい、西武が2つ、はい、楽天が2、うん、オリックスの場合は楽天が2、はい、ロッテが1なんだよね。ここでねちょっと先にね順位表を見てほしいんだけども、はい、まあ、はい、ロッテはねほぼほぼないわ、上に来るチャンスが、3位争い、この3位争いがものすごく熾烈になってるわけよ。楽天西武ですね。楽天西武が、うんうんうん、だからここら辺もね必死なんだけど、必死な相手と2つ2つだから4試合戦わなきゃいけないということ。ソフトバンクがもうあの負けたくないチーム相手にっていうことですね。そうそう、はい、で楽天はオリックスとも戦わなきゃいけない。なるほど。ソフトバンクともだから計4試合戦わなきゃいけないということだ、楽天は。だから結構楽天というのはちょっと厳しいかなと思ってちょっと2チームに絞ったわけよね。はい、なるほど。はい、それでやっぱり日程的には西武はもうあと4試合だからもう楽なんだよね。まあ楽って言ったら変だけども、うん、いいピッチャーをつぎ込めるという、うんうん、今日ソフトバンクは佐々木朗希が投げるんだよ、ロッテ。なるほど。でもこれ簡単ではないし、うん、もうね言えばいっぱいしかできないというふうにソフトバンクも考えて戦うと思うんだよね、はい、で佐々木朗希が投げるっていうのはすごい今日はしんどいゲームになると思うよ、うん、でもここに佐々木朗希が抜けたとしても西武は高橋光成がいるんだよ。なるほど。だから次々エースが来るよ、はい、ただ楽天はこう見ての通り2チームに4試合残してる分、うん、やっぱ楽天はちょっと厳しいかなという、うん、うん、だからオリックスの方はおそらく宮城、山本、宮城でいけると思う、うん、で最後の試合なんかは山本も中に入れれると思うんだよね。なるほど。優勝するためには、うん、マジックは出てるものの、はい、残り3を3連勝するとして考えると一つしか絶対負けちゃいけないということ、うん、これがこのロッテ、西武、楽天おそらく三馬も投げてくると思うんだよね、うんうん、ソフトバンクにいいから。なるほど。かつてはね、うん、だから厳しいと思うよソフトバンクも。残り試合6と3でも倍ですからね。このスケジュールの中で試合数が2倍っていうのはかなり不利ですかね、うん、そうだね、うん、で1日空いてソフトバンクは今日やって1日空いてそこから4連戦なのよ。で4連戦という線が飛んで線が飛んで線がじゃないわけよ、はい、やっぱり4連戦だから使えないわけよ。なるほど、うん、だからソフトバンクの方も厳しいと思うよね。またさっきの話じゃないですけどここの争いが終わった後のまたクライマックスシリーズのことも考えておくと、うん、そこまで無理もできない。できないよだけどできないけどこれは逃すわけにはいかないし、ただね優勝争いっていうことは、うん、あのファイナルステージに出てくるわけだから、はい、
やっぱり休める期間もあるわけよね、うん、第一ステージを戦わないから、ね、だから無理しても大丈夫だと思うんだけど、うん、でも無理が本当に効くのはここだよね。うん、うん、でもしやり方間違ったとしたら3位の西武か楽天にやられる可能性が出てくるから、うん、うん、だからやっぱそこら辺は見据えながらやっぱ戦わないといけないということだよね。なかなかこちらもこの最後の最後までわからないという状況ですか ね。まあまあパ・リーグはこういう風になってます。それで30万登録の中で30万人登録の中で、はい、うん、まあこの目の前にして奥さんに感謝の意を申し上げたいと、ちょっと皆さん聞いておいてください。もうね本当にねプロ野球ニュースから帰ってきてね1時過ぎぐらいに帰ってきて、うん、それからね女房がこういうこと全部書いてくれるんだよ。今こう見せたこういうこととか全部書いてくれて動画を撮り終わるのが今日も3時過ぎになるんだよね、うん、でまあ次の日っていうかその日だね、もう6時に起きなきゃいけない時でもいろいろ協力をしてくれながらまあやってくれてる。まあみんなの前では言わなかったんだけど、やっぱ目の前でまあ感謝をしたいなと思って、まあ皆さんコメント欄に妻の協力もあってこういう動画がね出来上がってます。なんか温かいコメントでもいただければ非常にありがたいです、はい、いつもありがとうございます、ね、はい、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます、ね、はい、感謝してます、はい、ね、はい、パ・リーグのね優勝はさあどこに決まるのか、はい、そしてヤクルトね優勝おめでとうございました。おめでとうございました。